水古伝水古伝108世一覧表、白昇歌川義春が、水古伝豪傑教より、白日ネズミ白昇白マサルは、中国の小説で四大記書の一つである、水古伝の登場人物、良山伯第106位の交換、時効性の生まれ変わり。あだ名は、白日ネズミで、博打好きのチンピラで昼間からつまらない、悪さばかりしていたことから名付けられた。 非りきでこれといった特技もなく両残白での赤字も再開に近いが、町外が両残白へ入山するきっかけとなる、里しと精神砂で重要な役回りを演じ、使い走りとしても非常によく働き、思わぬ手柄を立てることもあった。最大者であるが、ヒカ水古伝、絵巻水古伝等では、非連ンタンが与えられている。 チェジュアンラク村のチンピラで、かつて町外に面倒を見てもらっていたこと、計画を実行する高齢港の近くに住んでいたことから、町外たちの両予決が再敬に送る十万巻の賄賂を略奪する計画に加えられた。ここで白昌は酒売りに化けて、養子たちご創薬を油断させ痺れ酒を飲ませるという大役を演じ切った。しかし、おを担いで出かけるところを目撃されていたのと、 分け前の宝石では口を打ったせいで、すぐ関係に捕まり、拷問に耐えきれず、町外たちの名前も吐いた。そのせいで、町外たちは関係に追われ、両山泊へ逃れそこで山賊の頭領となった。直後、五用たちの手助けで脱獄に成功し、白将も両山泊の末席に名を連ねた。その後は、潜入や伝令など、体力のいる、使い走りの仕事を担当。 敗走中に追撃してきた敵将高角の方に、まぐれで矢を当てたり、負傷した蝶外を竜刀と共に救出するなど思わぬ手柄を立てたりした。108世集結後は、大層のもとで、伝令将校に任命される。領土の戦いでは、敵の策略で、炉と氏よらと共に周囲を断崖に囲まれた谷底に閉じ込められるが、白将が大量の旗やマントにくるまって山頂から、 転がり落ちて脱出、本体に救助を要請するという手柄を立てた。そんな白章も、放浪討伐戦で病にかかり死亡した。ありがとうございます。